はい、皆さんこんにちは、フラワーディスシンです。皆さん、立てば芍薬、座ればだるまなんて言葉をご存知だと思いますが、こちらがその立てば芍薬の芍薬ですね。まあ、このフラワー TV をご覧の皆様は、このね、芍薬に匹敵するぐらい美しい方ばかりだと僕は思っております。では早速ね、その美しい芍薬を素敵に、またリーズナブルに、身近な器で飾る方法を皆さんにお伝えしたいと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、そして器はこういうようなコーヒーの缶です。よくペットボトルなんか使う人いるんですけれども、ペットボトルはなんかちょっと僕的には安っぽいと思うんですね。まあ、これちょっと大きさ違うんですけど、この周りのパッケージを向くとこういう風になります。これかっこよくないですか。シルバーでなんかシンプルですごく僕は好きなんですけど、僕はペットボトルよりこっちの方がいいと思います。こういう風にこの器を用意しましょう。これでいきます。ペットはダメですよ。ペットボトルやめましょう。これでいきましょう。で、今回はこのね、ギボシの葉っぱを使っていきます。ギボシの葉っぱってここにこう溝があるの分かります？溝がありますよね。ここの溝にこの芍薬の茎をこのようにはめ込みます。もうはめ込まりました。これで完成です。このまんま器に、まあ、葉っぱ、余分な葉っぱを取りますね。で、このまんま器にスッと入れたらものすごくかっこよくなりますので、ぜひ今入れてみますから入れてみてください。まあ、すぐできます。皆さんどうぞやってみてください。この芍薬の位置も、例えばこう包み込んじゃうような感じでもいいですし、もうちょっと高くね、こう葉っぱとこうお花をね、少しこう離して飾ってもかわいいです。これはもう好みに任せます。では完成を見てみましょう。